どうも、ケムシでございます。3月22日の動画でですね、ケムシのどのラップがあなたの胸に刺さりましたかという動画を出したんですけれども、たくさんのね、コメントをいただきまして、集計取ったところですね、曲数がまず55曲ありまして、その中でも上位票を獲得した第3位ぐらいまでちょっと発表したいなと思います。まず第3位が、2つあります。同率で第3位が2つあるということで、12票獲得したのが、なせばなるのさ七色卵、これ第3位。そしてグッときた、これも第3位。意外と七色卵って人気なんだなっていうのがちょっと僕の中で意外でしたね。タイトルがね、 TPK の中でもだいぶふざけてる部類のタイトルで、そんなになんかこうシリアスチックな歌でもないし、割とねほやっとした、ね、サビじゃないですか。笑えばなんとかなるでしょうって、かっこいい曲というよりかはちょっと楽しい感じの曲なんで意外やったなと。ということで第3位が、グッドキターと七色卵でございました。そして第2位がですね、13票で、これが3曲あります。第2位の13票獲得したのがですね、僕らのゴール、そして雷鳴ブルートレイン、そしてマジで感謝と、この3曲が同率で2位。僕の中で、まあ、マジで感謝は1位か2位だろうとは思ってたんですけど、まあ、ブルートレインも1位とかなるかなと思ったけどなんなかったですね。そして一番票が多かったのが1位のスーパー立ち上がりよという、これは劇場版の歌かな、劇場版のオープニングになったやつですね。もともとあった立ち上がりよに、まあ、アレンジを加えて、僕のラップを足してるという感じのやつですね。いやこれもね意外、なんかもっと、ね、最強で最高とかが来んのかなと思いきや、スーパー立ち上がり優が1位ということで、あとねあんまり人気ないなと思ったのがね、ビッグバン、ビッグバンとか、ガチで勝とうぜとか、あとスパノバもね、スパノバ1人しかいなかったんですよ、言ってる方がね。で残念ながらね、上位に入ってはいるんですけど3位にはなれなかったっていうのが、元気になりよ、これが意外と多かったと。これが10票ですね。あとまあ何人か、あの全部と書かれてる方がいらっしゃいましたけど、ね、まあ全部好きって言ってくれるのは嬉しいことです。まあやっぱね、 TPK 時代の曲が好きだって言ってくれる方が圧倒的に多いのはもう分かってたことなんですけど、意外とですね、まあボンドだったりとか、まあピースフルデイズとか、あとは P が死んだとかね、あと僕のソロで、あのハロートゥモロー、グッバイエスタデーってあったりするんですけど、それもまあ何人かいたりして、でボンドがね人気なんですね。ボンドとあとクロスワード、あとオールナイトラッピン、この辺が人気だったということで面白かったです、僕的に。あとラッキーセブンとかもありましたね。興味深い結果になったなと。はい、というわけでですね、私今チャンネルメンバーシップというものをスタートさせておりまして、動画の概要欄にですねリンク貼ってありますんで、そこからぜひともチャンネルメンバープラス U にあなたも入らないか、月額390円ということでよろしくお願いします。ということで、たくさんのねコメント、好きな曲書いてくれてありがとうございました。これを参考にまたなんかね、セルフカバーなりなんなりやっていきたいなと思っておりますんで、ぜひとも今後も動画よろしくお願いします。ということで、最後まで動画ご視聴いただき本当にありがとうございました。ぜひともグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ケムシでした。バイバイ。One for the lime, two for the beats.